ねえねえ、猫たん、いいもの見せてあげよっか。また無駄遣いでもしたのか。無駄じゃないもん。じゃじゃーん、ベーキングガン。はいはい、無駄遣い認定な。だって、これ一つで、いろんな形のクッキー、作れるんだよ。じゃあ試そうよ。生地教えてね。絞りやすい硬さに調整してみたよ。バニラペーストの代わりに、オイルやエッセンスでもいいんだって。薄力粉、コーンスターチ、アーモンドパウダーを合わせるよ。飛び散らせないよう、気をつけようっと。粉類をふるいにかけるよ。2、3回かけると、しっかり混ざるよね。バター出しておいたから、クリームみたい。砂糖を加えてかき混ぜるよ。砂糖がバターに同化するくらい、混ぜよう。卵は常温にして、溶いてから混ぜるんだね。最終的には、ふわっとするまでが理想だな。バニラの匂い、大好き。水分調整で、牛乳も少し加えるよ。牛乳が馴染む程度に、かき混ぜよう。ふるった粉を投入するよ。ぐるぐる、って混ぜちゃおう。おいおい。口当たり悪くなるから、切るように混ぜて。わかったー、気をつけまーす。粉っぽさがなくなったら、ラップして冷蔵庫で冷やすよ。15分から20分寝かせて、やっと生地完成ね。そして、ついに、我がマグナムが火を吹くときね。とんだ次元大好きだな。上のロックピンを押すと、レバーを動かせるね。銃の安全装置みたいだね。筒のキャップを外して、ここから生地を詰めるよ。パレットナイフだと、生地を詰めやすいね。なるべく押し込むように、リュウグウに詰めよう。あとはプレートか、口金をセットするだけだね。今回は、この Y 字のプレート使ってみよう。平面に押し付けてから、トリガー引くよ。すごーい、ハートの形ができちゃった。へえ、意外と面白いなこれ。Y がハートになるなんて、楽しいねー。オーブンマットに打ち出すときは、マット押さえる方がいいかもな。わーい、楽しい。160度に温めたオーブンで、12分から15分焼くよ。早く焼けないかな。焼けたー。焼けたー。かわいいね。かわいいね。思ったよりちゃんと、ハートになってるね。実はこっちは手絞りだったけど、超大変だったよ。ふふん、無駄ではなかったでしょう。うさたんにドヤーされる日が、来ようとは。せっかくだし、他の方も見てみたいね。じゃあ試しに、絞って見せてあげるね。これは、やっとお花になるよ。これは桜っぽい形だね。これは、デイジーみたいだよね。これ、沖縄の名産クッキーみたいだな。これは、わかんないや。ブローチみたいな形だよね。これも、なんだかよくわかんない。花びら4枚のお花だね。これは梅の花みたいね。これはモミの木だね。クリスマスにいいかも。それならこれは、リースになりそうだね。リボン状に絞れる口金だね。キラキラ十字の星みたいだね。三角絞りって、ちょっと地味だな。でも、こっちはカゴ絞りにも、使えるんだよ。これは、シェル型のクッキーに、よく使われるやつだな。これ、さっきのバラ絞りが、絞れるやつだよ。これはこれは、どうしてもくっついて、使えなかったの。ああ。でも使いにくいの一個だけで、あとは大丈夫だよ。そうだな、これだけセットならまあいいかも。でしょ？じゃあ残りもどんどん焼くぞ。つまみ食いしてたら、眠くなってきちゃった。うさたんはいつまでも、お子様だな。